どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいております。このように、再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今回なんですけども、エルガトさんの方からですね、新しい機材をいくつかご提供いただきましたので、そちらをね、紹介していこうかなっていうふうに思います。はい。今回紹介するのは、こちらのシリーズです。はい。今、僕のね、手元には4つあるんですけども、エルガトのですね、ネオというですね、新作のシリーズ、こちらをねレビューしていこうかなっていうふうに思います。はい、このエルガトのネオシリーズに関しましては、まあラインナップとしては、ストリームデックだったりとか、あとは、マイク、あとは HDMI キャプチャー、照明、あと今回ねご提供いただけてないんですけども、ウェブカメラの5製品で構成されていて、主にこのネオシリーズっていうのはエルガトのまあ製品をですね、丸っこくそしてエレガントなスタイルにし、なおかつ低価格で入門者にも買いやすい配信機材っていうところを立て付きにですね、考えられたシリーズになっています。で、今回はこのシリーズのですねご提供いただいたマイク、そして HDMI キャプチャー、さらには照明、そして最後ストリームデック、これらのですねまあデザイン含め性能、そういったところをですねレビューさせていただければと思います。結構ね今回機材多いので早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんお待たせいたしました。今回ご紹介させていただくのがエルガトの、ネオシリーズですね。その中のウェーブネオというですね、ウェーブマイクのネオシリーズバージョンかな。それをね、まずは、開封していきたいなと思います。はい、ウェーブネオに関しましては、コンデンサー型の USB マイクになっていまして、他のエルガトのマイクシリーズと比べてもですね、結構値段帯的にも手に届きやすい値段帯にもなっているので、まあ、そういった意味からもやはりこのね今回は手軽に入門者に取り入れやすいんじゃないかなって感じですね。まず出てきたのがマイクです。マイクの他に出てくるものとしては、今回ねこれ USB の卓上マイクにはなっているので、こういった土台とかが、ついてきます。土台の他にあるのがここら辺にネジとか、あとは USB の線ですね、そういったものもついてくる感じですね。一回ちょっと一通り全部出しちゃいます。はい、これが付属品類です。はい、マイクを固定するボルトだったりとか線だったり、あとは本体ですね。本体がこれかで、今回の、この製品に関しては長さ調節もできるので、こういった、まあ、製品とかもついてくる感じですね。はい、マイク自体に関しましては結構ねシンプルな感じで、白系デバイスが好きな人とかすごい好きそうな感じですよね。で、ちょっとね上の部分とか見てもらったら特にわかりやすいんだけど、エルガトの製品って今までこんな感じでですね、結構カクついた感じのマイク多かったんですよね。なんですけど、今回はなんか薬のカプセルみたいな感じのですね、丸っこい感じ、そういったところが非常に女性とかそういった、ユーザーにも結構ね刺さりそうな、デザインを施してるなっていうふうに思いました。はい、じゃあちょっとこれ連結させてですね、マイク自体を組み立てていきましょう。こっち側に、イゴ差し込んで、で、これは土台が、こうなってるから、これはここだな。これは方に差し込む感じですかね。ネジ結構ね、長いから、結構回さなきゃいけない感じですね。くぼみにちょうど合わせなきゃいけないんだね、これ。あった。あったところで、内側を立てて、で、最後締めるか。はい、こんな感じ。土台は、これで出来上がりましたね。じゃあ次、こっちはここで良さそうですね。あ、ついたついたついた。こんな感じ。はい。で、上の部分は、こういう感じで、セッティングしてあげると、まあできる感じですね。上はねただ乗っけてるだけみたいな感じだから、そんなあれだね、定力はないね。高さ出しをするバーっていう感じ、まあ抜けることはないかなって感じですね。うん、こんな感じのマイクです。で、この線をどの部分につけるのかな。あ、すごいいい感じでつきますね。で、この部分をこういう風にやってあげると、はい、できました。こんな感じになっていて、後ろでね線固定できるタイプになってるから、まあ線とかのねマネージメントもしやすいかなと。で、編み込みタイプのこういったね、USB ケーブルになってるから断線とかもしにくいタイプですね。はい、ちょっとこれ繋いで、マイク音質とかそういったところも後で見ていきたいと思います。実際使うときはまたこれね、いい感じにセッティングはしようかなって思うんだけども、まあこういう感じでねマイク
線つないだら真ん中が光る感じで、ここの部分がミュートスイッチになっていて、タッチすれば赤色になってミュートになる。で、これで喋れる。で、これミュート。これで喋れるみたいな感じだね。うん。操作性とかタッチ感度はすごい高いね。うん、いい感じです。はい。で、実際皆さんマイクってどれぐらいね、重要視されてます？実際、L 型の製品を使うっていうことは配信とか、そういったものをやられてる方が多いと思うんですけど、映像もね、確かに大事なんですけども、マイクの音質って結構大事で、もうカメラ映像の品質がちょっと悪かったり、ビットレートのせいで映像ブロックがノイズが入ってもね、多少我慢できるんですけども、まあ、今時の人ってやっぱりこう、ラジオ感覚で YouTube だったりとかも聞くじゃないですか。なので、音がずっと割れていたり、プツプツ途切れていたりすると、結構多くの人我慢できなくなってしまうんですよね。なんですけど、個人が自宅で配信するっていう状況では、ダイナミックが、まあ、一番僕はね、適していると考えていて、なぜならもう一つのマイクの種類であるコンデンサー型っていうのはですね、感度が結構高いんですよ。なので、そういった意味からもですね、PC のファンとかキーボード、あとはこれからの季節、エアコンですね、そういった音とかもバッチリ拾ってしまうので、レコーディングルームのようなね、ああいった整った環境で行うのであれば、コンデンサーマイクでも全然いいんですけども、やはりね、個人の自宅っていうところはそこまでね、できないじゃないですか。なので、コンデンサーよりもダイナミックレンジの広さを活かして豊かな音を取ることができる、こういったマイクの方が僕はおすすめだと思っています。で、今回のこのウェーブネオはコンデンサー型マイクなので、その特性を持つ形になっていまして、その特性を除いて今回非常に定評のあるダイナミックマイクの、シュアのマイクと比べてもですね、取り比べてから非常に高いですし、僕自身が持ってるですね、シュアの MV7X があるんですけども、それと取り比べてみてもですね、結構いいとこぐらい勝負してる品質のですねマイクになってるので、そういった意味からも、まあプロの、オーディオの、まあ評論家が聞かない限りはわからないぐらいのレベルであるかなっていうふうに僕は思っています。はい、 MV7X って実売価格 23,000 ぐらいなんですよね。それと比べてもまあだいたいね 9,000 ぐらい、まあ金額差があるのかな、今回のこの、ウェーブネオに関しては。なのでそういった意味でもコスパは非常に高いかなって思います。そうは言ってもたくさん聞かしてくんないとわかんないよっていうふうに思うと思うので、早速なんですけども、ウェーブネオとこのシュアの MV7X の音を聞き比べてください。それじゃ行きましょう、レッツゴー。はい、どうもタカチャンネルのタカでございます。こちらシュアのマイクで現在話しております。どのように聞こえてますでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。破裂音テスト入ります。パッピップベッポ、どのように聞こえてますでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。はい、どうもタカチャンネルのタカでございます。こちらエルガトのウェーブネオで録音しております。どのように聞こえてますでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。破裂音テスト入ります。パッピップベッポ、どのように聞こえてますでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。どうですか、ウェーブネオとシュアの MV7X 聞いてみてもほとんど変わんないかなっていうふうに思います。このウェーブネオがオーディオインターフェース相当の機能を内蔵しているっていうふうに考えると、マイク部分の価格差っていうのはやはりこう2倍以上あるかなと僕自身思っていて、そういったマイクと同等の音質っていうのは結構非常に評価も高くでもいいんじゃないかなって思いました。で、今回のこの製品何がすごいってね、結構僕普段喋るとき声大きいんですよ。なので原因調整をしないとですね、マイクが割れることが多いんですけども、今回のこのウェーブネオなんですが、マイクの調整してないんですよね。はい。で、これ L 型の上位マイクのウェーブ3ってクリップガードっていう機能があって、それを入れてんのかなっていうふうに思ったんですけども、よくよく調べるとですね、これクリップガード入ってないんですよ。で、なんかメーカーさんのまあ公式ページかな、なんかインタビューページみたいなのを見た時に、これ今回ね、原因を最大にしても割れないようにですね、なんか音割れについてのまあその仕組み構造っていうのをですね、調整してるみたいなんですよね。なので、まあそういった意味からも、まあ声が大きいとか、音割れを普段してしまっちゃってるっていう人とかにもですね、今回のこのウェーブネオ非常に、向いてるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で、しかもね、これ僕後々気づいたんだけど、これ後ろの部分ね、ここ穴あるじゃない。ここ。これが良くて、これね、実はイヤホンジャックなんですよ。なので、ここにイヤホンを挿していただくことによって、自分の、喋ってる音とかそういったものもですね、しっかりと、聞くことができるので、そういった意味でも、モニタリングもしやすいっていうのもすごいいいかなっていうふうに思いました。はい。まあ、とにもかくにもね、すごいこの小さくて小型でエレガントな感じにもなってるので、僕は結構ね、これマイクとしてもすごいいいなっていうふうに思っています。はい。で、今回のこのマイク、パッと見てもらって、あれないじゃんっていうものありません？
そうなんですよ。普通こういうマイクって音量ノブとか原因調整の、まあ、いわゆるダイヤルとかそういったものがついてるんですけど、今回これバッサリ削られてるんですよね。で、おそらくこのいろんなボタンとかつまみがあると入門者って結構難しいじゃないですか。なのでそういった難しさを取っ払ったっていうのが今回のこのデザインに至った経緯ではないかなと思います。基本的に今回のこのマイクに関しては USB マイクなので、ソフトとかドライバーを入れなくても動くっていう点でも入門者にもすごいいいんですけども、このマイク自体はですね、一応L 型車の中のオーディオミキシングソフトである Web リンクっていうのがあるんですよ。はい、お待たせいたしました。こちらが L 型の Web リンクの、画面になっております。はい、できることとしては非常に簡単で簡潔で使いやすくなっておりまして、今ね、喋ってるからここの上の緑の部分がビヨンビヨンになってるんですが、それをね、ここを押してあげるとミュートになるので、音声がね、入らなくなります。はい。で、実際ここの部分でモニタリングのミュートを解除するかしないかっていうのもセットできるし、あとここはストリームのいわゆるですね、マイクのミュートオンっていうのを、回避制御できる形になっています。で、ASUS XG49B でここにモニターミックス書いてると思うんですが、これに関しても、自分がつなげてるところの、まあ、いわゆるモニターミックスする場所っていうのも変えれますし、あとはストリームミックスに関してもこのような形で変えることが可能です。はい。で、ここの部分で音量の、まあ、いわゆる上げ下げっていうのができる形になっているので、適切な音量っていうのを自分で調整することもできる形になっています。で、その他できることとしてはですね、ここの部分を押していただくとオーディオエフェクトっていうのが出てきます。で、一応ここの中にはニュートラルでアップルとネイティブインストラメーションっていう形で、このような形でですね、いくつか、まあ、エフェクトは入っていますので、ここから、まあ、ピッチだったりを変えたいとか、まあ、フィルターをかけたいとか、そういったものをしていただければと思います。はい。なので基本的にはね、簡単かなって感じですね。はい。その他 L 型ウェーブを押していただくと、こういう形でですね、名前を変えれたりとか、 LED の明るさを変えるだったりとかして、ここ今ね、これ、このだいたい下から2番目ぐらいの明るさなんですが、ここ変えるとね、この今マイクの部分の LED 明るくなってるの分かりますかね。こういう形で制御ができたりとかもできます。あとは入力ゲインの設定もできますし、ヘッドホンジャックの出力音量を変えたりとか、オーディオの変化っていう形でですね、ウェーブのゲインをロックすることとかもできる形です。なのでできることは比較的多いかなと思いますので、ぜひね、使用してみていただければと思います。じゃあ次の製品も行ってみましょう。次紹介するのがですね、 L 型のキーライトのネオのバージョンです。はい。これも L 型キーライトネオって分かりやすい名前ですよね。で、L 型のキーライトネオに関しましては、どちらかというとですね、モニター上の、まあ、いわゆるライトになっていて、まあ、初心者の方って、あんまりモニタースタンドとかそういったものを持ってないと思うんですよね。で、モニター自体は多分皆さん持ってると思うので、そのモニターに直接置くためのクリップ式の、まあ、いわゆるライトだと思っておいてください。はい。中を開けると、非常にシンプルになっていて、こういう感じになっております。結構ね、大きさ的にもそこまで大きくないっていうのが僕は結構いいなと思っていて、あんまり大きすぎるとね、ちょっと初心者感なくて手に取りにくいっていう、まあ懸念点とかもあると思うんですけども、今回のこれに関しては、まあ僕の手そこまで大きくないですが、手目いっぱいぐらいの大きさサイズにもなってるので、そういった意味からもすごいね、取り入れやすいサイズ感になっています。実売価格としては Amazon で今こんな感じになっていて、結構ね、値段も安いんですよね。ライト本当に高いやつだと2万3万ぐらいしていて、僕の今この撮影とかで使ってるようなライトとかも3万から4万ぐらいのレーニングになっています。はい。今回のこのライト、安いからといって機能性とか、仕様が妥協してるのかっていうと、そういうわけではなくて、例えばなんですけども、下の部分見てもらうと分かるように、ここの部分一応ね、三脚のネジ穴っていうのがこうあるんですよね。なので例えば、今回ねモニター上につける用途でこれは開発されてますけど、モニター上は嫌だと、例えばデスクの、上に置きたいとか、そういう人においてはここの部分にですね、三脚で、まあ、いわゆる立てかけてあげるとか、そういったものもできる形になっています。はい。で、一応付属品としては、一応モニター用のね、やつなので、こういったモニターのやつがついていて、今回これに関しては、この部分にこういう風につけると、こういう感じのね、まあ、いわゆるですね、モニターの上にしっかりと置くことができるタイプのライトに変形できます。はい。これは僕いいなって思ったのが、
ここの下のね、ここの部分なんだけど、なんかね、シールがついてるの分かります？これ、なんか地震対策パッドみたいな感じのゲルシールみたいなのがついてるんですよね。これによって、モニターにくっつけた時に、あんま動かないのよ。そこが結構ね、僕いいなっていう風に思いました。なかなかね、こういう仕様ないので、こういった上に乗せる系って地震とか起きた時に、ね、結構ずれやすいんですけども、これに関してはそういったところもね、結構考慮されてるんじゃないかなっていう風に思います。はい。で、その他ついてくることとしては、こういったね、先ほど同様の USB ケーブルがついてくるのと、あとは USB ケーブルの延長のやつがついてくるのと、あとこれなんだ？これはあれか。ここの部分にこういう風にくっつけることによって、巻き取りができるような形にしてるのか、これ。すごいな。そういう器具もついてるんだね。あ、つまりスマートにより見つけるようにもしてるっていう感じか。これすごいわ。はい、つけれました。その後はマニュアルとかそういった感じですかね。はい。いや、これあるのとないのと全然ね、デスク周りの線の多さとかが結構気になる気にならないが変わるので、ここは結構すごいいいかなっていうふうに思います。ちょっとライトも実際つけてみましょう。はい、ちょっと簡単に設置してみました。あそこにね、ちょっと本当に設置する場合は多分こっちに設置するんですけど、ちょっと今ね、整理できてないんで、ちょっとあそこに設置させていただきます。あんな感じですね。満月みたいな感じの、まあ、いわゆるデバイスになっています。はい。結構ね、明るさ的には明るくて、今こっちが消したんですよ。消したけど、まあ、結構ね、明るさとしては伝わってきますね。ちょっと制御とかをしたいので、ストリームデックにこれちょっと僕の持ってるやつに繋いで見ようかな。ここに、ストリームデックのキーライトを追加しようかな。でも簡単にキーライトネオが出てきたので、このキーライトネオをこれで、やってみます。で、明るさの設定もここに載せておこうか。はい。あ、これで制御できてるね。はい。一応、ストリームデックとかを使うことによって、ここのボタンで、オンオフもできる形になってるし、ここで明るさの設定をしてあげることも可能になってます。これで明るさを変えることが、今、ストリームデックでね、こう、やってるんだけど、こういう感じでできるし、色温度今、これね、7000ケルビンにしてるんだけど、例えばちょっと黄色っぽくしたいなと思えば2900ケルビンまでこれいく感じですね。なので結構ここら辺のところは明るさ変えれそうですね。ちょっとどれぐらいその顔を照らしてるのか、そういったところも踏まえてですね、ちょっと僕の顔の自撮りの方に行きましょう。はい、はい、今ね、モニターだけ、映してる感じです。はい、モニター映ってるんでちょっと明るいのは明るいんですけども、この状態で L 型のキーライト出すとこれぐらい結構違うよね。うん、だいぶ明るくなったかな。で、これを2900にするとこんな感じ、だいぶこのオレンジっぽくなったでしょ。なので、まあそういった意味からもライトのこのね、発色及び強さっていうのは、こう小さいのにもかかわらず、しっかりとですね、やっぱりこのライト自体はですね、かなり、力を発揮してるかなと思います。これ一番下にするとどうなの？はい。今ね、下にするとこんな感じ。100% にすると、7000ケルビンにして、ライトを極力明るくすると、これがマックスかな？うん。白にする方が肌は綺麗に見えるよね。うん。黄色にするときは僕あんまないので、そういった意味でも僕はこの7000ケルビンで十分かなと思います。うん。いい感じだよ、これ。実際ね、このライト自体に、白い、もやっぽい感じの、まあ、いわゆる曇りのグラスも搭載してあるので、光のフレアが拡散結構しっかりしてるんですよね。なので、そういった意味からも僕はこのライトおすすめ、すごいしやすいかなっていうふうに思います。ちなみに僕の配信機材なんだけど、この L 型のですね、こっちのね、ライトのやつ、これ使うと色温度とかもダイヤルで変えれる形になるから、個人的にはね、僕このね、L 型のストリームデックのこの一番ね、高いやつにはなるんだけど、これ結構おすすめします。はい。こういうね、色温度変えたりとか、明るさ調整する場合だったら、僕はこっちの方が過ごしやすいかなって思います。はい。こういう風に手元でね、ライトも消えるので、まあ、既存のストリームデック機能と、あとはね、プラスオンでダイヤルの方が便利だなって思うような機能がついてる、この機能があるので、これ僕の動画でも一回出してるので、もしよかったらね、そっちの動画も見てみてください。はい。一応今回のこのライトに関してなんですけども、PC の USB Type-A ポートにつないだ場合は、ですね、
最大400ルーメン形になっていて、タイプ C のポートだと最大700ルーメンになるので、もしね、最大の1000ルーメンを出したい場合は、3アンペア出力の可能な USB AC アダプターとかにね、接続していただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、Wi-Fi 接続するときも3アンペアが必要な形になるので、手元のね、2.4 アンペアの USB AC アダプターにつないだときは Wi-Fi 機能が使えないので、そこら辺のところはね、皆さんね、お気をつけください。はい。じゃあ、次の、デバイスに行きたいと思います。次皆さんに紹介するのがこちらですね。ストリームデックネオというですね、ものになります。ストリームデックネオは先ほど僕がお見せしたストリームデックのネオバージョンになっていて、ちょっとまたね、このネオはネオでデザインが可愛らしいんですよ。なので、白系デバイスのデスクにもすごい合いやすい、デバイスにもなってるかなっていうふうに思います。はい。ストリームデック自体はですね、今既存ではこのような形で6ボタン式、15ボタン式、8ボタンプラス4の僕の持ってるやつっていうのを、やつと、あと一番ボタンのバリエーションが多い32ボタンのバリエーションがあるんですよね。で、今回のこの、バージョンに関してはこんな感じになっていて、8ボタン式の、いわゆるストリームデックになっています。なので僕の持ってるやつで言ったら上の部分だけがここに搭載されているっていう感じですね。既存製品の改版でもなく、他のネオシリーズとデザインを合わせたストリームデックという位置付けになるので、そういった意味でもこのストリームデックネオはちょっと新しいかなっていうふうに思います。はい。で、こちらに関してもですね、 USB でこのような形で、ついているので、ちょっとこれも、一緒にね、つけてみましょう。はい。このストリームデックネオね、ちょっと僕嫌だなって思う。タイプ C だけなんだよね。僕個人的にはタイプ A の方がね、いいんですよ。 C ポートが結構埋まっちゃってるので、 C ポート埋まっちゃってる人からしたら若干残念な点はありますね。はい。今までのって A ポートだったんですよ。で、僕の持ってるやつも A ポートだったので、A ポートなんだろうなって思ったら C ポートでした。ちょっとここ残念ポイントです。はい。一応ね、 C ポートに繋いでは見ました。もうちょいこれ寄れますかね。で、これでストリームデックネオを許可してあげると、あ、できた。どう？ストリームデックネオ。なんかね、最初から結構たくさんのですね、なんかもうすでにショートカットが割り振られてる。こういうのね、作るのめんどくさいんですよ。なんですけど、しっかりとこういうね、絵文字だったりとか、そういったものも割り振られてるから、これほんと初心者の人いいですね。ストリームデックって何でもできるのは何でもできるんだけども、このボタン設定がとにかく作るのが難しい、めんどくさいっていうところがあるので、これね、こういう風にちゃんとできてるのはいい。嬉しいなぁ。うん。僕結構ここら辺のとこ好きだなって感じがします。はい。まあ、これでタイプ A だったらなぁ。僕本当もうこれ最高なのにって感じがする。で、ここの部分に関しては時間表示がされる形になってるから、今の時間もわかりやすいですね。僕の持ってるストリームデックとかはボタンに、まあなんか時間を表示させるような、まあいわゆるシステムっていうのを組み込んでるんですけども、これに関してはそういったものも必要ないって感じですね。はい。このストリームデックも一応今までのストリームデック同様ですね、ストリームデックのアプリケーションの中から様々なカスタマイズっていうのができます。はい。一応こっちとか言ってもらったらわかるんですけども、まだね、この端のボタンとか何も設定しないし、こういったところとかも設定が可能になってはいるので、そういった意味からも皆さんね、好きなやつを入れてください。例えばこれでこの部分タイマー入れたいなと思ったら、今タイマー入れました。タイマー出てきたでしょ。なので普通にね、今までのスティームデック同様、使い方としては特に変わらない感じになってるかなと思います。はい。ページを増やしたい場合も増やすことも可能なので、一応ね、8ボタンしかないから8個しかショートカットをつけれないじゃないかというわけじゃなく、マックスでですね、これ10ページぐらいまでは作れるんですよ。なので、8×10 の80個のショートカットまでは作れます。なので、そういった意味で考えると、この小さいデバイスにショートカット80個入れるので、このストリームデックは僕としては神デバイスかなっていうふうに思っています。そのストリームデック、今回新しくですね、ここの、後ろの部分とかもこういう感じの薄型設計の、まあ、いわゆるスタンド形式になっているので、ここら辺のところもね、なんかすごい僕としては使いやすいんじゃないかなって思いました。うん。ここで引っ
かける感じで。これ既存のやつも公式いいよな。俺の持ってるやつ結構奥行きが広いんですよ。で、角度調整できないんだよね、このダイヤルバージョンのやつは。なのでそれがすごい僕はね嫌だったので、そっちもねなんか角度調整できるように今後進化してくれると僕は嬉しいなって感じしています。はい、いやこの仕様僕好きですね。はい、なのでまあこういった形でですね、初めからチュートリアルも何にもなしに、しっかりとこういうねショートカットが全部入っているっていうのは僕的にこのストリームデックにも入りやすいかなって思うので、ぜひまだ持ってないよっていう人、最初に買うの多分僕はねこれが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次のデバイス、メインですよ、メイン。キャプチャーネオ。それを行きましょう。こちらがゲームキャプチャーネオです。はい。ゲームキャプチャーネオもゲームキャプチャーという L 型の製品があって、それのネオバージョンっていう形です。はい。どういった感じの製品になってるかっていうと、こういった感じになっていて、まあ言ってみればキャプチャーボードなんですよね。で、こんな感じのね、前は結構大きかったんだけど、今回は結構シンプルで小型化されてる感じですね。はい。で、ついてくるものとしては、非常にシンプルで、こういった形の、C2A のケーブルがついてきます。はい。なんでこのネオシリーズさ、L 型のさ、ストリームデックだけ C にしたんでしょうね。個人的に C2A にしてくれた方がすごい良かったなぁ。うん。他のやつは全部それになってるんですけどね。はい。ちょっとそこは不思議ではあります。はい。この L 型のですね、ネオキャプチャー、めちゃめちゃ使い方が簡単で、僕そこがね、この L 型のキャプチャーボードのすごいいいところだなと思ってるんですよ。で、どういう風に使うのかっていうと、これ C ケーブルを真ん中に挿してもらうじゃないですか。で、そしたら、こっちがインで、こっちがアウトなので、インとアウトのところに、もう HDMI をつけてもらって、インの方に、例えば、なんかね、ゲーム機を差し込んでもらって、で、アウトの方に、逆にですね、なんかこう、モニターを繋いでもらうだけで、簡単に、まあこう、ゲームとかそういったものとかも、キャプチャーすることができる形になっています。ちょっと軽くやってみましょう。はい、こんな感じで、今ね、スイッチとかも、一応ね、キャプチャーできる形になっていて、ちょっと若干やっぱ遅延は感じますね。右の画面が、まあ、いわゆるリアル生のガスやつになっていて、ほら、こういう風にここを動かすと、左の画面の OBS の方がやっぱ若干遅延はありますよね。なので、まあ、遅延が全くないっていうわけではなさそうですね。いや、ボックスでちょっと今回やってみます。右が縦画面だからすごいしにくいのはしにくいな。こんな感じ。やっぱりちょっと若干遅延はありますね。けども、まあ、レイテンシーはだいたい4秒ぐらい遅れてるぐらいだから、FPS とかそういうのをしない限りは大丈夫だと思う。うん。久々にやると全然わかんない。俺も、あれ、スイッチの、これ、ほんとんどやってないんですよ。なので、ほんともう、やり方が全然わかんないですね。あ、やべえ、負けた。はい。けども、まあ、遅延的なところで言うと、まあ、4秒ぐらいありますけども、もう、単純にキャプチャーボードにこう、繋ぐだけでできる形になってるので、まあ、非常にね、まあ、使いやすいキャプチャーボードではあるかなって感じがします。一応今回のこの L 型のキャプチャーボードに関しては、まあ実売価格としては約2万円ぐらいで、まあ主に家庭用ゲーム機のゲーム配信するのに、まあ使っていただくのに、まあ使える製品で、まあキャプチャーの仕様自体はパススルー解像度が 4K の 60fps で、HDR にも一応対応しています。で、高リフレッシュレートや VRR には対応してないので、まあ、プレイステーション5のゲームを 4K HDR でプレイしながらの配信っていうのも一応可能です。で、録画解像度に関しては最大フル HD の 60fps になるので、4K での、まあ、録画解像はできないっていうところは覚えておいてください。はい。じゃあ、こちら最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、あまりにも長すぎた関係でですね、メガネしております。はい、今回 L 型のですね、ネオシリーズをご紹介させていただきました。はい、個人的にはネオシリーズ全てにおいて結構やっぱデザイン性が白に特化しているので可愛いですよね。で、値段帯も安かったので、まあちょっとね、品質的にどうなんだろうっていう風に思ったんですけど、まあ L 型ってどちらかというと黒で、結構アイテムが寄っているので、堅苦しい、そしてなんかちょっとボツボツ感があるみたいなイメージが多かったんですよ。なんですけど、今回の、ネオシリーズに関しましては結構なんかこうふわっとした感じのイメージのデザインを採用していて、なんかこれはこれで新しいなんかこう需要性があるんじゃないかなと。特に女性とか初心者の人にとっては
デスクをですね仕上げるにはすごいうってつけの、まあ、配信アイテム機材の一覧シリーズかなと思うので、僕は、この、今回のですね L 型のネオシリーズなんか面白くていいなっていうふうに思いました。なんか久々に新鮮感がとてもあってですね、僕は結構いいなと感じています。はい。で、値段帯的にもそれぞれ1万円の前半から2万円内に収まる形になるので、全部揃えたとしてもですね、まあ大体10万円ぐらいで終わるんですよね。今日紹介してないカメラとかも入れてもそれぐらいに終わるので、それで考えると非常にコスパ高いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、音質的にもマイクも結構性能としても十分だったし、ライトに関してもね、めちゃめちゃライトも結構明るかったじゃないですか。なので、これを使って物足りないなと思うことはほぼないかなというふうに思います。はい。今回紹介してないカメラ含めてですね、すべてにおいて僕の概要欄から買えるように設定しておきますので、ぜひ皆さん興味がありましたら、イルガとネオシリーズ買ってみてはいかがでしょうか。個人的には、ちょっとタイプ C になって残念なところもあるんですけども、エレガトのストリームデックは結構おすすめでした。それとね、あとはキャプチャーボード、あれはねあった方が絶対いい。ゲームする人、特に配信する人には特におすすめいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。